皆さんこんにちは、タコちゃんズのタコミです。本日も前回までの動画に引き続き船平場の仕掛けを自作していきたいと思います。前回までの動画でこちらの市販の仕掛けを見本に、こちらの針の部分とこちらのネクタイと呼ばれる部分の自作をしてきました。本日は最後にこちらのスカートと呼ばれる部分を自作して四角を組み立てて完成させていきたいと思います。スカートを作るにあたりましては、前回までの動画に引き続きこちらのダイソーのシリコンシートを使って作っていきます。それでは早速作っていきたいと思います。まずこちらのシリコンシートをカット台の上に乗せて固定します。はい、こちらで固定ができました。シートが動かないように固定できましたら、スカートの長さを決めていきます。市販の仕掛けを分解してスカートの1本だけを取り出しました。こちらをシートに乗せて大体のスカートの長さを決めていきます。そして長さが決まりましたら早速カットしていきたいと思います。カットする際は定規などのものを、定規のようなものを使って細くまっすぐに何本も切り出していきます。でこちら切り出す際なんですが、なるべく細くしていくことが重要だと思われます。こちらが太すぎてしまうと最後まとめた時に厚みが出てしまって組み立てるのが大変になってしまうので注意してください。それでは切っていきたいと思います。切っていく際は少しずつ定規をずらしていきながら、なるべく細くカットしていってください。これで6本ぐらいのスカートをカットすることができました。少し外して厚みを見てみたいと思います。ダイソーのシリコンシートですと6本の厚みはだいたいこのくらいになります。今回はこちらの6本を使って仕掛けを作ってみたいと思います。それでは作成した針とネクタイとスカートを固定していきたいと思います。まず針のこちらの結び目のところにネクタイとスカートを通して半分に折っていきます。スカートはあらかじめ6本並べて長さが同じになるように切っていきます。そして6本まとめてこちらの輪っかに通します。そしてちょうど真ん中に結び目が来るような位置に調整をします。できましたらネクタイも同じように輪っかに通していきます。こちらも折り返してちょうど半分になるような形で
結び目の位置に調整してください。これでだいたいネクタイもスカートもちょうど半分の位置で調整ができました。それではこちらをまず仮で固定していきたいと思います。仮固定にはこちらの赤糸を使っていきます。結び目のすぐ下を持って赤糸をきつめに巻きつけていきます。少し多めに巻きつけて結び目のところから手を離しても仕掛けがばらつかなくなって、ばらつかない状態になったら仮固定が完了になります。そして仮固定ができましたら最後に糸を結んでいきます。だいたい3回ほど固定すれば良いかと思います。少し糸が絡まってしまったようなので、2回で糸を切ってしまいます。糸がほどけていなければ、仮固定なので問題ありません。それでは最後に熱収縮チューブを使って、こちらをしっかりと固定していきたいと思います。熱収縮チューブをちょうどいい長さにカットします。そしてこちらの輪っかの上から熱収縮チューブを通していきます。
熱収縮チューブが通りました。こちらは先ほど仮止めした糸が完全に隠れるくらいの長さまでしっかりとはめ込んでください。そして最後に熱収縮チューブを収縮させていきます。収縮にはライターなどで炙っても良いのですが、それだと間違って糸に火がかかってしまうと糸を傷めてしまう可能性がありますので、おすすめは熱湯をかけることです。それでは熱湯をかけていきたいと思います。まず沸騰したお湯を準備します。それではお湯をかけていきます。こちら取り出す際は熱いので気をつけて取り出してください。こちらしっかりとチューブが収縮しています。そして最後余分な糸をカットします。こちらで平らばじ作が完成となります。こちらがお手本の仕掛けで、こちらが自作した仕掛けになります。とてもよくできたと思います。こちらネクタイとスカートは100均のラバーシートで作っているので、とても安く作ることができました。皆さんもこの仕掛け作ってみてください。本日はご視聴ありがとうございました。